それでは確率論の講義第3回を始めていきましょう。まずはじめに前回やったことを簡単に復習しておきます。前回は確率密度そして分布関数という2つの確率の、状態を表す確率の様子を表すような関数のことを勉強しました。そしてこの確率密度からモーメントというのを計算する方法を勉強したと思います。そしてこのモーメントには時数というのがあって、1時のモーメントが平均になる、そして1時のモーメントと2時のモーメントを使うと分散というのが計算できるということを勉強しました。で、今日の第3回の講義ではこのモーメントについてもう少し深く勉強していきたいと思います。まず今日初めに勉強するのが工事のモーメントです。これは前回の2時のモーメントだけではなくて、さらに3時以降のモーメントというのを勉強したいと思います。そしてこのモーメントをさらに拡張してモーメント母関数というのを導入します。このモーメント母関数というのを勉強するにあたって、まずそこを理解するのに必要な期待値の性質というのを学んでいきたいと思います。そしてこの期待値の性質を勉強した上で、これを使ってモーメント母関数というそれそのものをきちんと勉強していきたいと思います。このモーメント母関数というのはある確率変数の関数です。そしてこの確率変数の、すみません、確率変数の関数ですね、この関数の期待値を求めていくことで、その中からどんどんと工事のモーメントを計算することができるという、少し不思議な関数です、モーメント母関数。それでは、今日のテーマ、工事のモーメント、期待値、そしてモーメント母関数について詳しく勉強していきましょう。それではまず前回の復習ということで、そもそもモーメントというのは何だったのかというのを見ていきたいと思います。まず復習するのが刑事のモーメントです。刑事のモーメント、モーメントっていうのはある関数 x の形状、これの期待値として定義されるんでした。これはみんな覚えてるかな、ちゃんと。で、この x の形状、この x 大文字で書いてあるけど、これは、確率変数ですよね。書いとこうかな。確率変数です。で、この、x の形状の期待値、どういうふうに定義されるかっていうのはみんなちゃんと覚えてるでしょうか。こうでしたよね。マイナス無限大から無限大までの積分で x の形状、この変数値帯にこの確率分布 f of x っていうのをかけてやると。で、それを全体で積分する。ちょっと書き方変だったよね。もう一回言うね。x の形状、これがここと同じものです。で、ここに確率変数をかけてやって、その全体をマイナス無限大からプラス無限大まで積分するということです。で、この f of x っていうのはさっきも言ったけど、これは確率密度です。ここまでいいかな。で、この、これが、まず刑事のモーメントでした。つまり刑事のモーメントっていうのはここに書いてある通り x の形状の期待値ですということです。で、この、刑事のモーメント、そのうちの時数の低いもの、定時のモーメントっていうのは平均とか分散と関連してくるんだったよね。じゃあここも復習しておきましょう。まず平均、この平均っていうのは、1時のモーメントそのものです。平均っていうのは μ で書くことが多いんですが、μ イコール E 期待値、エクスペクテーションの E ね、期待値の X ということです。で、次分散、分散っていうのは2時のモーメントと関連してきます。分散、シグマ事乗で書くことが多いんだけど、これはエクスペクテーション、期待値の x-μ、括弧の事乗です。なんで、確率変数、これで書こうかな。確率変数からその平均を引いてやって、それの事乗の期待値ですということです。で、これ中計算してやると、こういうふうになるよね。エクスペクテーションの x の事乗を引く μ の事乗。で、ちなみに、この μ の事乗っていうのは、これですよね。 μ の事乗ってのはもうこれです。同じものなので、これ実は1時のモーメントってことです。なので2時のモーメント引く1時のモーメントの事乗、
これが分散シグマ事情になるということです。なので1時のモーメントと2時のモーメントが分かっていればそれを組み合わせて分散が出てくる。そして1時のモーメントはそれそのものが平均でしたというのが前回習ったことです。で今日は工事のモーメントということで、工事のモーメントいろいろあるんですが、一つだけまず例をいきます。それが3時のモーメントです。ただし、あ、そうか、平均周りの3時のモーメントっていうのを勉強します。平均周りのって言い方どういうことなのか、これが実はもう出てきてたんですが、これね、これこういうのを平均周りの2時のモーメントって言います。例えば この例だとまた2時ね、2時のモーメント、どういうことか、これ、確率変数 x から平均 μ を引いてるよねっていうことは、これの x-μ っていうのが0になるところっていうのはまさに平均です。なんで平均の周りでこの、平均の周りで確率密度がどういうふうに分布しているかを表す分散っていうのが、分散じゃない、分布しているのかっていうのを表す、それが分散だからです。なので、ちょっと今の説明分からなかったね、もう一回いくね。マイナスμを引くことで全体の中心をμにシフトさせていきます。ちょっと図を書いてみようかな。例えばこういう分布がありましたと。ここが0です。でここμやね。でここから全体からμを引くとどうなるか。μを引くとギュギュッとこいつがシフトして、ちょっと書きにくいかな。ギュッとこいつがシフトしてこっちに書こう。ギュッとこいつがシフトしてこういう感じになるよね。これ同じ形なんですが平均が0になるようにシフトします。あ、これ書くとちょっと分かりにくい、ここに消しておきますね。このμ、もともと平均が μ だったのが0になるようにシフトしたのがこれです。でこの分散を求める、2次の、こいつの2次のモーメントを求めるとこの広がりの事情、スタンダードデビエーション、標準偏差の事情っていうのが出てきます。それが分散ですっていうことです。で今ちょっと分かりにくかったけど、こういうの平均周りのって言って平均をゼロに来るようにシフトしてから全部を考えましょうっていうのが平均周りのって考えたんです。で分散っていうのは平均周りの2次のモーメントとして定義される。なんで平均周りに全部変えてしまえば、全ては平均周りっていうのを一回概念として導入してやれば平均周りの平均は0や。で、なんでまず平均が定義されて平均周りの平均っていうのを計算すると0、あんまりそういう言い方しないけどね。で今度は平均周りの分散っていうのを考えると平均が0になるようにシフトした その分布の、2次のモーメント、それが分散っていうことになるわけです。で同じように平均周りの3時のモーメントっていうのを考えることもできます。行ってみよう。平均周りの3時のモーメント、でこれ定義を書くとこうなるよね。定義わかるかな、みんな予想つくと思うけど、平均周りなのでμをこうやって引きます。でその上で3時のモーメントだから3乗にするってことや。でこれが平均周りの3時のモーメント、これ実際、計算してみるとどうなるのかというと、どうしような、でこいつ全体を x' とこうかな。でそうするとこれは x' の3乗、かける確率密度 fx の dx ってことになる。でこれじゃあ、なので僕らが今興味があるのはこいつ、これがそもそも何を表しているかです。なんでじゃあ次、まず定義はいいよね。平均周りの3時のモーメント、この式になって、で今この、平均周りにした確率変数を x' って置いてやるとこれは x' の3乗の期待値っていうふうになるわけです。でこれを解釈してみましょう。これね、つまりこういうことになるんですよ。これ横軸 x' ってやるよね。で、縦軸が例えば確率密度 p ってしようかな。でこの分布関数、
あ、いや、分布関数の前に、この x の3乗、x プライムの3乗の方を考えてみましょう。x の3乗のグラフってどうなるかって覚えてる？なんかこんな感じやったよね。こう対称です。ここの0を中心に、対称になって、対称になってひっくり返ってるってことや。OK。で、こいつを、この x の3乗、このグラフね、このグラフをこいつにかけて全領域で積分してやるっていうのが今からやることです。この平均周りの3次のモーメントっていうのを計算するためにやることです。じゃあそれどうなるか見てみましょう。例えばね、こういう確率分布をかけます。これ f of x です。で、ここで考えてほしいのが、もしこの f of x が0に対して対称形だったらっていうことです。で、今実際そういうふうに書いてはね、ここが0でそれに対して対称です。で、ちなみに、もう少し頭出してやると、ここです。これ今 x' や、ここは。で、この x' っていうのは平均周りにしてあるから、これ x で考えれば、もしこいつが x だとしたら、ちょっと待って、今日変えるね。もしこいつが x' じゃなくて x だとしたら、ここは μ や。つまり、今僕が議論している条件はどういう条件なのかっていうと、この確率分布 fx っていうのが平均を中心に対称分布していたらどうなるかって話をしてるんですね。で、もしこの確率分布がその平均を中心に対称な分布だったらどうなるのか。それはこういうことになります。この確率分布にこの3次の式をかけて積分するわけや。で、この3次の式はこことここっていうのが対称でひっくり返ってる、プラマイがひっくり返ってるってことやね。ってことはどうなるのか。つまりここの面積とここの面積って同じですよね。で、しかも、今この確率分布自体もこの μ を中心に対称になってるわけやから、こいつとこいつをかけたやつっていうのは、例えばまあどんな感じかな、こういう感じになるのかな、関数としては。ちょっと違うな、まあそんなこだわってもしゃあないところで、こういう感じになるわけや。で、ここの面積とここの面積って面積同じで符号だけ逆になるってのが分かるよね。つまり3次のモーメント、平均周りの3次のモーメントの特徴っていうのは、平均周りの3次のモーメントは平均周りの3次のモーメントは、もし密度分布、確率密度、ごめん、密度分布じゃん、確率密度 fx が μ を中心に対称なら、対称の小は違うな、対称なら0。これが、3次のモーメントの特徴になります。つまり平均周りの3次のモーメントっていうのをまとめてやると、どれぐらい、あ、ごめん、その話をする、もう一個やね。で、この対象だったら0になって、この対象が崩れていけば崩れていくほど、この値は、絶対値が大きくなっていく、つまりどんどん大きくなっていく、もしくはどんどんマイナス方向に小さくなっていくっていうことが起こります。なので、この平均周りの3次のモーメントっていうのを、ある確率密度に対して計算してやると、この確率密度が平均を中心にしてどれぐらい対称なのかっていうのが分かります。で、これ3次のモーメント計算してみて、平均周りの3次のモーメント計算してみて、0だったらこの確率密度は対称でしたっていうことだし、これが0じゃなかったら、どっちかの方向に偏ってますってことで、例えば大きい方、プラスの方向にこう偏ってるってことは、こんな感じの分布になってるってことやね。で、逆にマイナスの方向だったら、こういう形の分布として偏ってますっていうのが分かるわけです。いいかな。なんでこれが3次のモーメント、確率密度の、確率密度の対称性というのを表す、それが平均周りの3次のモーメントですということです。いいかな。よし、じゃあ次のテーマいきましょう。で、今日は最終的にモーメント母関数っていう話をするんだけど、その前に、その話を理解していく、説明していくための準備として、期待値の分配法則というのをやりたいと思います。
非対一の分配法則です。で、これはまず例からいこうかな。例えばこういう関数があるとする。確率変数を受け取るような関数 phi of x、 これが 2x+3x² っていうのがあるとする。じゃあこれの期待値はどうなるのかという話です。でこれの期待値 expectation の phi of x、 これはこれも分かるよね。どうなるかっていうのは分かると思う。こうです。2x+3x³ f of x dx で、これ積分だから、この中全体は積分だから、こいつがここにかかるやつとここにかかるやつに分かれて、積分自体を2つに分けることができるよね。じゃあ実際分けてみましょう。待ってね、もうちょっとこっちに連れてこようかな。マイナス、無限大からプラ無限大までの 2xfxdx 足すことの、今書いたのがここに対応するよね。こことこいつの組み合わせです。で次にこいつと、こうか、こいつとこいつの組み合わせっていうのを書くよ。それがこうなります。マイナス無限大からプラス無限大の 3x³fxdx で、これパッと見てやると、ここね、こいつ、これって何なのか。まずこの2が外に出てきて、でこの中身自体は x の期待値やんな。まあ1時のモーメントっていうか x の期待値です。でこっちはこの3、定数3っていうのが外に出てきて、この部分を見てやると、これは3時のモーメント、x の3乗の期待値です。なのでこの元の関数 f of x の期待値、こいつの期待値っていうのはこういう書き方ができるっていうことや。イコール 2×期待値 x 足す 3× エクスペクテーションの x の3乗。OK。つまり、これね、期待値のエクスペクテーション、こいつが分配法則みたいにそれぞれの項に対して個別にかけることができますよって話なんや。でなぜならこの期待値っていうのはそもそもがこういう積分やったからってことやね。いいかな。これが期待値の、分配法則です。で、今これ例で書いたのでもう少し一般化しておきましょう。期待値の分配法則。一般形で書くね。ある確率変数の関数 phi of x っていうのがあります。でこれは a1×phi1x+a2×phi2x+…っていうふうに、いくつかの確率変数の関数、今だったら phi1、phi2、こいつらの線形結合で表すことができますっていうふうに考えます。でこういう時にはこの期待値 phi of x、 確率変数の関数 phi of x の期待値っていうのは、この元のやつのそれぞれの項の期待値を計算して足し合わせればいいですよっていうことです。もう一回言うね。こういうタイプの確率変数の関数 phi of x、 これの期待値っていうのはそれぞれの期待値を求めて、さらに倍率をかけて足し合わせたものですっていうことです。書き直します。こういうこと。ということです。これが、期待値の分配法則です。でこれがまず、1個目の、準備です。モーメント母関数っていうのを勉強するための1個目の準備です。で次2個目の準備に行きます。2個目の準備は、エクスポーネンシャル x のマクローリン展開です。でこれも、もう大学に入ってから習ったと思うんですが、これも一応復習しておきます。ここから道具として使っていきます。こ
これ覚えてるかな、エクスポーネンシャル、x、e の x 乗、これのマクローリン展開、つまり、x イコール0付近でのテーラー展開ってことだね。マクローリン展開だから、これはどうなるのか、ちゃんと覚えてるかな、こうなります。これはまあ復習なので、覚えてないって人は教科書一回見直したり、あの Google といくらでもこれどうやって、どうやって計算すればこうなるのかって出てくるので、調べてみてください。こういうふうになります。1たす x たす2の階乗分の1かけ x の2乗たす3の階乗分の1かけ x の3乗点点点点点ということね。でこれも、今からの議論の道具立てで使うので覚えておいてくださいということです。じゃあ、これを踏まえてモーメント母関数というのを勉強していきましょう。まず、ずばりモーメント母関数っていうのは何なのかっていうと、それがこれです。エクスポーネンシャル、e の tx 乗の期待値、これをモーメント母関数と呼びます。と呼ぶって書いておくか。でこれじゃあなんでモーメント母関数って呼ぶのか、理由があります。それはこのモーメント母関数にこういう性質があるからです。モーメント母関数エクスペクテーション E の TX 乗を、TX 乗を T の多項式で表現すると、Tの形状の項と、ちょっと待って、これぐちゃぐちゃなんだ、ここ書き直すね。 T の形状の項、 T の形状の項と形字のモーメント、これの間にある関係があります。これ何なのか、もちろんちゃんと今書きます。どういう関係なのか、それはこういう関係です。K 字のモーメントは K の階乗かけるモーメント母関数、つまりエクスペクテーション E の TX 乗の、ごめん、これ写しちゃうね。モーメント母関数エクスペクテーション E の TX 乗の T の形状の項の係数、項のって書くか、ちゃんとの係数ですと。つまり、どういうことなのか、これモーメント母関数って今名前をつけたよね。エクスペクテーションの E の TX 乗です。でこれを多項式として表現すると、その結果こういうふうに、いくつも項が出てくるんだけど、その項の係数をチェックしてやると、形字のモーメントとこういう関係がある。なのでその係数を見てやれば、実は形字のモーメントが求まるということです。じゃあどうしてこんなエクスポーネンシャル TX みたいな関数の期待値を求めると形字のモーメントがどんどん求まって、形字だけじゃないね、モーメントがどんどん係数に現れてくるのか、そこを考えてみましょう。でじゃあそもそも、僕たちが今気にしているのはこいつです。エクスポーネンシャル TX、 この関数一体どういう性質を持っているのかということです。で僕たちが今議論しているのはこのエクスポーネンシャル TX という関数の期待値の、各項、
これを、エクスポーネンシャル、ごめん、エクスポーネンシャル TX の期待値の、それぞれの項ですよね。そこにどういう、それがどういう係数を持っているかということです。で、その係数がそれぞれの次数のモーメントとつながってるっていうことやったからね。なんで、じゃあこいつ、そもそもこの関数が、どういうふうな次数の、各次数の項にばらけていくのかというのを見ていきたいと思います。じゃあ何をすればいいのか。エクスポーネンシャル TX のマクローリン展開です。で、ここをやるためにさっきエクスポーネンシャル X のマクローリン展開をやったわけね。じゃあこのエクスポーネンシャル TX のマクローリン展開どうなっていくのか、もういきなり答えを変えちゃいます。気になる人はさっきのエクスポーネンシャル X のマクローリン展開をヒントに実際自分でやってみてください。で、ただまあそんな難しくないのでもういきなり答え書いちゃうね。エクスポーネンシャル TX のマクローリン展開はこうなります。1たす TX たす2の階乗分の1括弧の TX の1乗たす3の階乗分の1 TX の3乗たす点点点点。なので結局まあ、さっきの X の、ごめん、エクスポーネンシャル X、E の X 乗のマクローリン展開に、展開の X が TX に置き換わっただけですよね。っていうふうに、展開されます。こういうふうにエクスポーネンシャル TX っていうのが展開される。で、モーメント母関数っていうのは、このエクスポーネンシャル TX の期待値やったわけや。なので、今からやることっていうのは、こいつの期待値を求めます。こいつの期待値ってことはこいつの期待値やんな。で、ここで気になる、注目してほしいのが、こいつがいくつもの項に分かれているってことや。で、こうやって項に分かれている関数の期待値っていうのはどうなるんやった？期待値の分配法則ですよね。それぞれの期待値の足し算として表現できるっていうことです。なので、それぞれの項の期待値別々に今から計算してやれば、エクスポーネンシャル TX の期待値が分かります。そしてそのエクスポーネンシャル TX の期待値っていうのはモーメント母関数そのものだったっていうことでね。なんで見てみましょう。モーメント母関数エクスポーネンシャル TX の期待値です。で、これはさっき見たこいつ、これの期待値なので、それぞれの項の期待値、もうこうやったかな、それぞれの項の期待値を求めて、最後ガッチャンコして足し合わせてやればいいということです。じゃあ見ていきましょう。このエクスポーネンシャル TX の期待値というのは、つまり期待値1たす TX たす2の階乗分の 1TX の次乗たす3の階乗分の 1TX の3乗たす点点点点点。で、これはさっきの分配法則でいくと、エクスペクテーション、ごめん、期待値やね。期待値の1たす、t、外に出てきて、今これね、x を変数として考えてるから、t っていうのは外に出てきます。期待値の計算の外に出てきます。で、こうや。で、たす、2の階乗分の1の t の次乗。で、今度は、2次のモーメントやんな。あ、もう答えなんか、答えっぽいことを言っちゃったけど、こういうことです。ごめん。あ、いや、最後までまず書こう。足す、点点点。今、3次も書かないね。で、今、僕、今言い直そう、間違いに気づいて、これまずいと思って直そうと思ったのここやんね。これ今、あくまでも確率変数として考えてると、大文字で書くべきでしたね。今、ちょっと直しちゃうね。大文字で書きます。で、ここもそうやね、大文字で書き直します。 OK で、まずここまではいいでしょうと。で、これをどうしようかな、まず整理しちゃうまでにここを指摘しておこうかな。今もう先走って口に出しちゃったけど、これ1時のモーメントやんな。これ2時のモーメントや。で、今書かなくてもこの辺に3時のモーメント、4時のモーメントとどんどんあるわけです。で、以上を整理するとこういうふうになります。
エクスポーネンシャル TX の期待値、つまりモーメント母関数っていうのはこういうふうに書けます。シグマ K イコール0分の1 K の階乗分の1かける期待値の X の形状、つまり形状のモーメント、形時のモーメントね、でここに T の形状をかけたものです。もう一回いくね。このモーメント母関数、これはもうモーメント母関数そのものです。エクスポーネンシャル TX の期待値、このモーメント母関数っていうのはこういう項を足し合わせたものですということです。これ1って書いてある、ごめん違うね、ここ間違えました。ここ無限大です。無限大まで足していきますと、これは、どういうことなのか、何になってるのかっていうと、こういう項を全部足し合わせたものです。でこの項は何なのかっていうと K の階乗分の1という係数がついて、でここは K 時のモーメントや、で、そこに T の形状をかけたものですということです。で、この形、K 時の項の形っていうのに注目するとこういうことがわかります。これこうやって書こうかな。この K 時の項、これを今書き方変えるね、これをこういうふうに書きましょう。 K 時の項です。でやると、つまりこういうことや、K 時のモーメントエクスペクテーション X の形状、 K 時のモーメントはつまり K の階乗かける CK ですということです。ここ最後のところいいよね。この部分を CK で置いてやって、でこいつと、こいつを、あごめん、微妙に、ごめん、何回か微妙に間違えちゃった。もう一回やり直すね。ここまでや。今、係数だけを、t の係時の項の係数が、係時のモーメントと関連してますという話をしてるんやから、係数なんでここだけです。で、この係数っていうのは、つまり、k の階乗分の1かける係時のモーメント。でこれを係数ということでコエフィシェント、K 時の係数コエフィシェントっていうので CK と置きました。で式を整理してやるとこういうふうになります。 K 時のモーメントっていうのは K の階乗、こいつがこっち回ってきたってことね。でそれにこの係数 CK をかけたものですということです。でちょっとごめん、今ここの説明で、どこまでを係数って定義するかで間違っちゃったからちょっと混乱しちゃったけど、もう一回冷静に考えてみてください。この式はいいよね。で、係数がここだとすると、この係数とこの係時のモーメントの関係というのは非常にシンプルにこういう式になります。なので、一応もう一回、ざっとおさらいをすると、今モーメント母関数というのをこういうのを考えてやって、でそれを考えるためにこのモーメント母関数の元に中に入っているエクスポーネンシャル TK というののマクローリン展開を考えました。でこのエクスポーネンシャル TK をマクローリン展開した後に期待値を求めてやる。でこの期待値、これそのものがもうモーメント母関数だっていう話です。で、マクローリン展開した後に期待値を求めてやって、で期待値の分配法則を使ってザクザクザクと計算していくとこの式が出てきます。で、t の形状の係数っていうのが今問題になってるんで、その t の形状の係数見てやるとこういう形をしてました。じゃあこれ CK というふうに置きましょう。でその上でこの式を整理してやると、実は K 時のモーメントっていうのはT の形状の係数 CK に K の階乗をかけた形として定義される、計算することができますよというのがわかるわけです。いいかな？では、ここで一個例を見てみましょう。確率密度 F of K、 こういう確率密度を考えてみましょう。これの、ごめん、範囲を書かないといけないね。これ F、上の 2×1-X っていうのが、これが X が0以上
1以下です。でそれ以外のところでは0になる、こういう確率ミスと考えます。で一応グラフに書いてあるとこういうことね。ここずっと0できて、でここ白丸で黒丸でストーンといってこうか、こういう確率密度を考えます。いいかな。で、こういう確率密度 fx、 これのモーメントを求めましょうと。という例です。でもちろんこのモーメントをモーメント母関数を使って求めていくことになります。いいかな。でじゃあ実際計算していきましょう。モーメント母関数はどうなるのか。このね、例で使っている確率密度 f of x、 これのモーメント母関数ってどういうふうに書けるかわかる？今のこれ引っ掛け問題ね。モーメント母関数はどんなものでもこういう形になります。でもこれモーメントって明らかに確率密度の形に依存するはずなのに、モーメント母関数って全部同じ書き方同じ形してていいんですかって思うかもしれないけど、これいいよね。なぜならこの期待値エクスペクテーション、この中では、この期待値を計算するにはそもそも確率密度がいるわけや。だからここ明示的には書いてないけど、このエクスペクテーション期待値の定義の中に、確率密度ってのが入り込んでいます。いいかな。なので書き方としてはもうこの1種類しかないんやけど、これが入ってる時点で暗黙のうちにこの中に確率密度ってのが入っています。じゃあバラして考えてみましょう。こういうことや。モーメント母関数の元になってるエクスポーネンシャル tx、 ここに確率密度こうかけてこうやったよね。これが期待値や。で今このここ確率密度 f of x っていうのはこいつやって話やんな。なので 2×1-x、 これ入れてみましょう。2×1-x で、これさらにもう一回この関数見直してみると 2×1-x の範囲は x が0以上1以下の時で、それ以外は0やったよね。でこれどうやって表現したらいいのかっていうと、積分区間を制限しちゃえばいいわけや。もう一回戻るね。つまり、今こっからここまで積分するって話してるんやけど、こっからここも0で、こっからここ0やから積分したって0やんな。だから積分はこの間この部分だけを考えればいいですよってことになる。で、そうやって考えてみると積分範囲は、あごめん、今一応もう一回書いておくね。ここ1やんな。積分範囲は0から1になるわけです。でこれ直してやるとこうなります。このマイナス無限大とプラス無限大だったところを0から1にしてやると。で、じゃあ実際これ計算してみましょう。でこれどうやって計算するのか、多分高校の時に散々やってると思うんですが、高校とかと大学でも1年の時に微分積分で散々やってると思うんですが、ここで部分積分使います。で、部分積分を使うとさっきの式っていうのはこの形になります。t 分のエクスポーネンシャル tx×2×1-x、 これの10で、もう一個積分の形のやつが残ってきて出てきて、こういう形やな。x 分のエクスポーネンシャル tx×マイナス2の dx です。で、これどこどこ計算していくとこういうふうになります。マイナス t 分の2足す t 分の2かける t 分の e エクスポーネンシャル tx の1から、あ、ごめん、1から0まで。1、0ということになります。でこれを、さらに整理してやるとこういう形になると。
t 一乗分の2かけ、括弧してエクスポーネンシャル t 引く t 引く1というふうになるわけです。で、じゃあここから実際に1時のモーメントと2時のモーメントを求めて、そこからさらにさっきの確率分布の平均と分散というのを求めていきたいと思います。まず1時のモーメントと2時のモーメントを求めよう。そして、ここから平均ミューと分散も求めようというのが、今の企みです。じゃあ実際どうやってやっていくのか。で、さっきのこの式ね、もう一回書くね。t 一乗分の2括弧のエクスポーネンシャル t 引く t 引く1。あれ合ってる？合ってるな。ですと。で、これじゃあ今こっから我々がこの1時のモーメントと2時のモーメントを求めるために知りたいのは何なのかっていうのを考えると、それはこれですわ。こいつらこのエクスポーネンシャル kx は t の1乗の係数と関連してくるわけや。そういう話やったよね。で、こっちは t の2乗の係数と関連してくるわけ。なんで t の1乗の係数と t の1乗の係数、これ求めたいんですよ。これを求めたい。でもこの人残念ながらなんだかこうよくわからない形をしているわけです。じゃあどうしたらいいのか。で、ここでまた、またまた出てくるのがこいつです。これまたマクローリン展開ちゃんですよ。ここでまたマクローリン展開してエクスポーネンシャル t っていうのを、多項式に分割していきます。いきましょう。これね、これイコール、これはどうなるのか。t 二乗分の2、中括弧の1たす t たす2の階乗分の t の二乗たす3の階乗分の t の3乗たす点点点点点、引く t 引く1、こうや。で、一応、対応関係見ておくと、これね、このマイナス t 引く1っていうのがここで、このエクスポーネンシャル t っていうのがこれ全体ってことね、っていう対応関係です。で、今こうやって展開できました。で、これを最後式整理してやると実はちゃんと出てきてくれるんですよ。まあそのためにやったから出てきてくれないと困るんですが、こういう感じになります。1たす3の階乗分の 2t たす4の階乗分の 2t の二乗たす点点点点点で、最後一般式を書いてやるとこういうふうになります。 k たす2の階乗分の2の t の係乗ですということです。で、こいつね、こっからここまで、これが c の係乗、ごめん、 k の、t の係乗の項の係数 c of k、ごめん、 c の下付き k です。なんで実はこいつが実はもう強力で、この形求まっちゃえば実は10時の係数、20時の係数ってのも出てくるよね。この K に10とか20を入れればいいだけや。ってことはこいつ分かっちゃえば、10時のモーメントとか20時のモーメントとかももうひょい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 出てくると、そういうなんか魔法みたいなことが起こるわけです。で、ただ、今僕らが興味を持っているのはあくまでも1時と2時なんで、これで見てやると、こいつが1時と関連してこいつが2時と関連するという話です。いいかな。で、じゃあ実際見てみましょう。あ、まずそうか、見てみる前に一回一般形整理しとくね。一般形、今の例の一般形 k
形時のモーメント、これどうなるのかっていうと、こここいつやん、この式ね、この式を使って、さらにさっきのどこだ、この式や、 K 時のモーメントは K の階乗かける、K 時の T の K 乗の係数、もう一回ね、 K の階乗かける T の K 乗の係数、それが K 時のモーメントです。なんでさっきのギュッと戻って、こいつを意識してやると、これはつまり、もう一回書くか、ここに K 時の、あ、 K の階乗かける K 時の係数なので、これはつまり、あ、出したかっかな、 K たす2の階乗分の2かけ K の階乗という式になりますと。で、その上で1時のモーメントと2時のモーメントを見てみましょう。まず1時のモーメント、これは3の階乗分の2や、ってことは6分の2やから3分の1、これが、1時のモーメントです。で、2時のモーメント見てみましょう。2時のモーメントは同じように4の階乗分の2かけ2の階乗、これは24分の4やから6分の1、四六にして6分の1ということになるわけです。いいかな。で、今日のクライマックスいってみましょう。でもここまで分かっちゃえばみんな大丈夫だと思うんですが、どうやっていこうかな、ここからいこうかな、あ、まずこの下に1個書いちゃうか、中途半端なここで止めて書きましょう。まず、この、例題の目的は平均と分散まで求めるって話だったよね。なんで平均、これどうなのか、平均は、平均とモーメントの関係って何やった、みんな覚えてるかな。うん、1時のモーメントがそもそも平均やったよね。なんでこうなります。平均は1時のモーメントそのものこいつです。なのでこれ3分の1が答えで、一方で2時のモーメント、あ、ごめん、分散とモーメントの関係は何やった、これは2時のモーメント引く1時のモーメントの事情や、1時のモーメントの事情や。で、この1時のモーメントってのは平均そのものやったよね。だからこれは、もう一回別の書き方をすると、2時のモーメント引く平均の事情です。ってなると、これも分かって、2時のモーメントがこの人やんな。なんで、2時のモーメントは6分の1です。で、そこから、1時のモーメント、つまり、平均、これの平均、これの事情やから3分の1の事情で9分の1や。で、これどうなるか。もう当然小学校でやった話ですけど、こうなってこれは18分の1になります。これが分散ですということでした。で、もしみんな気になるんだったら、3時のモーメント、4時のモーメント、5時のモーメント、10時のモーメント、100時のモーメント、好きなだけ工事のモーメントまで、まあそういう推挙な人がいたらですけど計算してみてくださいというような話です。なんで、今日勉強したの、今日の復習しとくね。じゃあ最後に今日の復習しておきましょう。頭から、今日勉強したのは、工事のモーメントです。で、その工事のモーメントを求める方法としてモーメント母関数というのを勉強しました。で、この工事のモーメントの例として出てきたのが3時のモーメントで、これは確率密度の対象の、確率密度の分布の対称性を表している値でした。この平均周りの、あ、ごめん、3時のモーメントじゃなくて平均周りの3時のモーメントね、平均周りの3時のモーメントが0なら確率密度は対称に分布している、平均を中心に対称に分布しているということです。で、その後で、今日の本題であるモーメント母関数って話を始めたんですが、それを理解するための準備としてまず期待値の分配法則というのを勉強しました。で、それはこういう多項式で表されているような確率変数の関数、これの期待値っていうのは
それぞれの項の期待値を足し合わせたものになりますよという話でした。一般形で書くとこれですということです。で、さらにもう一個の道具立てとして K の X 乗のマクローリン展開というののおさらいをしました。で、その上でやっとモーメント母関数、モーメント母関数っていうのはエクスポーネンシャル TX の期待値として定義されます。でこれ自体がモーメント母関数っていうんですが、この中にはもうすでに確率密度っていうのが入り込んでいるっていうのを忘れないでください。この期待値を求めるってことはつまりここに確率密度をかけて、全体を積分するって話だったよね。これが確率密、確率密度、ごめん、それが期待値です。なんで期待値の話を今してるってことはモーメント母関数っていうのはもうそもそもある確率密度を前提として今議論を進めていると、そういう存在だということです。でこのモーメント母関数っていうのをずっと計算していって、これを T の、多項式、 T の形状の多項式っていうので表してやると、その T の形状の多項式の係数と、これね、T の形状の多項式の係数と K 字のモーメントの間には非常にシンプルなこういう関係があるというのが、我々が今日勉強したことです。でそれを今きちんと調べるために期待値の分配法則っていうのとエクスポーネンシャル X、エクスポーネンシャル X のマクローリン展開っていうのを復習したわけです。ただ今日のも最大の結論はこれです。これね、これだけはもうしっかり覚えておいてください。モーメント母関数、モーメント母関数の形状の係数っていうのと、係字のモーメントの間にはこういう関係があるということです。で、その上で、例えばこういう f of x、0から1の範囲ではこういう上から下にストンとこう落ちてくるような、線形に落ちてくるような関数をしてて、それ以外では0と。で、こういう感じの確率密度というのを考えてやって、これの工事のモーメントを求めていきましょうというのを例題としてやりました。工事というよりは1時と2時で、そこから平均と分散という話ですね。で実際計算してみるとこういう風になって、どこ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 といくとこれか、この先ほど考えたようなこの確率密度のモーメント母関数というのは最終的にこの形で表されますと。でちなみにこの形に持っていくときにもう一回このトリックとしてエクスポーネンシャル T 乗のマクローリン展開というのを使いましたということです。でこの、この各項の一般形で書いてあるこれ見てやると T の形状の係数っていうのは、例えばこの例だったら K たす2の階乗分の2になる。これが、T の形状の係数 CK というふうになるわけです。でそもそものモーメント母関数の性質として言っていたこいつを当てはめて考えれば、K 字のモーメントというのは最終的にこの式で表されますということです。先ほど今言ってた例の確率密度の、K 字のモーメントっていうのはこの形で表されますということです。で実際1時のモーメントと2時のモーメントっていうのを計算するとそれぞれ3分の1と6分の1になりました。でここから平均、これも平均、これはもう1時のモーメントそのもの、そして分散、これは1時のモーメント引く、2時のモーメント引く1時のモーメントの事象として定義されるんですが、これも計算するとこういうふうになりましたということです。いいかな。で今日のところなので、モーメント母関数という非常に面白い概念を導入してみました。で最後、例を見てなるほどと思っていただければ幸いですということで、じゃあ今日の講義はこれぐらいにしておきましょう。以上です。